とアートブトラックに参加しました堀江優子です。写真で作品を作ってます。テーマは、撮影開始当初からずっと同じで、シャドウオブジアース、地球の影を撮るっていうことでずっと野外で撮影をしています。主に水と雑草を撮っています。水と雑草なんですか。その影響を受けた作家さんがまずいらして、造形作家さんで焼き物でオブジェを作っている伊藤光翔さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まずその人の作品にもう感動をしちゃって、その巨大なインスタレーションの方なので、だいたい美術館に収蔵されちゃって、こう個人が持てる作品じゃなかったんですけど、一回だけ一粒いくらっていう形で先生がこう個人にもこの作品に限り売ってあげますよっていうブルーパールっていう作品があって、チャンスだと思って50粒購入したんですね。まあこれぐらいの一粒これぐらいなんですけど、買ったらそれを写真に撮りたくなってカメラを買いに行って、まあ野外に設置してインスタレーション撮影をするっていうのを、まあいきなり始めたんですけど、1年以上夢中になってそれをやってるうちに、水の動きだとか、その光っていうものにどんどん自分が惹かれていって、そのブルーパールっていうものを作ってる伊藤先生のテーマはやっぱり火だっていうものがすごく大きいっていうか、ほとんど火だなんですね、先生のテーマが。なんか撮り続けてるうちにそのテーマが自分にも刷り込まれたというか、映ったというか、やっぱり飛騨だなとか自分で言うようになっちゃってそれでこれなんかも分かりやすいんですけど、水の飛騨なんですね、撮ってるのが2週間ぐらい、私が持った方がいいですかね、2週間ぐらい前の個展の作品の一部なんですけど、はい、です、いいですか、ピットがあっても大丈夫ですよ、はい、です、お話しください、はい、対象物が決まってるとかっていうわけではなくて、その写真っていうのはどうしてもこの四角い画角の中に切り取るっていう表現よくされるんですけど、私は切り取ってるつもりはなくて、そのなんだろう、ここに全部入ってますからっていうことで、その一部を切り取っているようにはもちろん私の目にも見えるし、その見た人もそういうふうに見えてるんでしょうけど、そういうつもりでは撮影はしていない。細かいラインに集中すればするほど、なんかすごい大きな物の中にいるっていう意識が自分の中に強くなるんですね。なんかこう細かいところにこだわればこだわるほど、意識自体はどんどんこう広がっていくというか、ちゃんと説明ちょっとしきれないんですけど、なんか一番古い作品はこれなんですけど、やっぱりこの湖の周りに落ちてた白鳥の羽なんですね。でそれが日の光を受けて、もう一枚一枚全部光ってたので全部撮ったんですけど、この落ちてる羽っていうのは基本役割はないんですけれども、まあとても私の目にはそうは思えなかったので一枚一枚撮ったんですけど、何が終わりなのかっていうのはちょっと人間が決められないんだなっていうのを感じて、地球の影を撮るっていうテーマをこの作品撮った時に浮かんだんです、ね、そんな風にして撮ってます。なんか影でもあるけど光でもあるみたいな感じもしますね。そうなんですよ。どんな感じでそういう例えば白鳥だとか雑草とか、そういう最初はあれ切り
違うかもしれないけど、そう、それはどうやって思いつくっていうか、結構な作品数を並べなきゃいけないので、とにかく人のいない地方の人のいないところに行くっていうことをやってるうちに、人のいないところには雑草がいっぱいあるので、うん、素晴らしいエネルギーで上に上に伸びて、私の身長ぐらいまで伸びてるような雑草もやっぱり地方に行くとあるので、うん、そのエネルギーに感動しちゃってなんか撮り始めた。で、撮ってるうちになんでこんな自分が線に惹かれるのかっていうのも撮りながら考えながらですね、うん、なんか今後の展開とか展示とか。展示は、4月に写真集、初めての雑草の写真集を出すので、銀座の、ギャラリーエコーアンというところで、あの4月の20日から29日に個展をやりますので、ぜひ来てください。これが DM です。なんかこの質問とかなんか伝わりがあるという話を、今日私多分皆さんよりもすごいイレギュラーに、昨日の今日で参加させてくださいって言ってきたんですけど、ここの壁どうぞって言っていただけて来たら、このような設置があって、たまたまこれと同じ、ほぼ同じサイズだったので、なんか展示には邪魔だなとはなんか思えなくて、せっかくなんで並べて作品として、あの見せてみましょうかということで、だいたいここの作品全部撮ってるのが18度ぐらいの気温の時だったので、18度にして温度も一応ちょっと表現させてもらいました。はい、それ告知の、こういう感じですか。はい、今映ってます。どうぞ告知お願いします。あ、銀座の、ギャラリーエコーワン8階で、あの4月の20日から29日にお休みなくやっておりますので、よろしくお願いします。写真集もたくさんあります。お願いします。ありがとうございます。はい、やばかったですから大丈夫ですか、ね、なんか